皆さんこんにちは。2024年古賀拓磨ナスカーアーカ参戦発表会を始めさせていただきます。今回ですね、MC を務めさせていただきますレースアナウンサーの多賀俊明です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速お呼びさせていただきます。ナスカードライバー古賀拓磨選手、どうぞ。よろしくお願いします。そして古賀拓磨選手の応援団長としてお呼びさせていただきます。クレイジーケンバンド横山健さん。それではまずは、古賀選手から一言皆さんにご挨拶よろしくお願いします。はい、今年も、またなぜか1年間、フルシーズンで戦える、準備を皆様のおかげで、戦える準備ができました。本当にありがたく思うとともに、絶対結果出したいなという気持ちがすごく強い、より強い1年です。はい、皆さんがね、こうやって支えてくれて、僕ももう気が付いた46歳ですけど、47歳のシーズンになるんですけども、バリバリやりたいと思いますので、よろしくお願いします。そして応援団長ということで駆けつけていただきました、クレイジーケンバンドの横山健さん。どうも横山でございます。よろしくお願いします。はい、一言よろしくお願いいたします。はい、今年度も、参戦決定ということで非常に興奮しておりますが、このクレイジーケンバンドの横分けハンサムポーズ、ステッカーとともにですね、全米を駆け巡るというね、とにかく魅力ながら、強くファン代表として、古賀拓磨さんを応援したいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、今シーズンの対戦発表に関しまして、古賀選手からご紹介をいただいてよろしいでしょうか。はい、まず、今年はですね、新たな取り組み、新たなチャレンジとして、デイトナスピードウェイでのレースに、参戦します。僕が出てるですね、ナスカーアーカシリーズでは、アジア人としても初めてのチャレンジになるので、僕の本当に子供の頃からの憧れというか、僕が一番最初にナスカーで知ったのがデイズオブサンダー、トム・クルーズのデイズ・オブ・サンダーが、まさに、ナスカーといえばこうデイトナスピードウェイなんで、そこ、ね、で、こう戦えるということにものすごく、興奮してます。で、その中で、今年も、多くの皆様に支えられて、レース挑ませてもらいますので、まず今シーズンの、チーム体制を、お伝えさせていただきたいと思います。お願いします。ヤマダインフラテクノス CKB ジェリーピッツトヨタレーシング、池戸アーキタイプ CKB ジェリーピッツトヨタレーシングGR ガレージ高辻 CKB ジェリーピッツトヨタレーシングループコネクト CKB ジェリーピッツトヨタレーシングロブスターツールズ腰の完売 CKB ジェリーピッツトヨタレーシング、マクニカ CKB ジェリーピッツトヨタレーシング。ここまでは、去年、4年間所属しているジェリーピッツトヨタレーシングとして、ウエストシリーズに出るんですが、開幕戦のデイトナは、また違うチームから出ます。マクニカ CKB ファストトラックトヨタレーシング、カラーリングも変えて、ゼッケンが01番として、出ますので、こちらで、戦いたいと思いますので、本当によろしくお願いします。
さあここでですね、今シーズンもサポートをいただいております腰の神梅様にて、皆様で鏡開きを行ってまいりたいと思いますので、どうぞ皆さんこちらご注目いただきたいと思います。サポート企業の皆様方もどうぞ後ろこちらにですね、ちょっとご移動いただきまして、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。古賀選手と一緒に持っていただくような形でよろしくお願いいたします。さあそれでは今シーズンの素晴らしいご活躍を期待しつつよろしくお願いします。せーの、どうぞ皆さん大きな拍手を。さあそれではここからはですね、この2024年もフル参戦が決まったナスカアーカメナーズシリーズ、いろいろとお話をお伺いをしてまいりたいと思います。まずは今年で24年目の挑戦となるんですね。そうなのかなわかんないですけど、はい、ただ26歳から37の10年間は辞めてるんで、はい、意外とね、僕そうだから一番いい時やってないんですよ。全くレシーブから持ってないんで。そうなんですね、うん、だからよくわかんない、よくわかんない、間がないから、はい、いやでもこれだけのこの、まあ、間が抜けているというエイトも、うん、こう続けるっていうこともなかなかレースの世界は厳しいと思いますけど。そうですよね、まあ、本当に今日、まあ、こういう会を開かせていただいたことも、まあ、音楽もきっとそうだと思うんですけど、はい、やっぱり周りに支えられている方と、はい、まあ、長くお付き合いさせていただくっていうことのありがたみをより感じる、まあ、今日この頃ではありますけども、はい、ただやっぱりレースって、まあ、年は関係なく、去年も僕、去年のチームメイトは15歳と17歳だったんで、はい、若いんですよ。だからお父さんが僕15歳のドライバーなんで、はい、あのお父さんが僕より一回りしたですから、日本で日本で江戸が一緒でした。アメリカに江戸があるとしたら江戸が一緒でした。それくらいなところなんですけど、まあ、レース始まっちゃったら関係ないよね。そうですね。そんなことは言えないし、まあ、文句言っても一番僕は喋れてないから、英語は。そうなんです。辛いところではありますが、まあでもそういうところで長くやれるっていうのと、まあ、本当にね、これあのいつも今日ケンさん来ていただいて言わせてもらってるんですけども、はいはい、最初に僕がねケンさんとお会いした時ってレースやってなかった時期なんですよね。そうですね。ちょうどね僕はだからシボレーの仕事をしてるんで、はい、どちらかというとアルミホイールだったりその車の話とか、まあそうですね、キャデラックだったり、そういうことのマーケティングみたいになって、まあ、テストドライブみたいなことをしてる、まあ、裏方だったんですよ、はい、だったんですけど、やっぱまあレース出たいなとまた思った時に、はい、まあまあ、ケンさんにも本当に相談させていただいてて、まあ、ケンさんも本当にね、クレイジーケンバンドの前から、まあ、クルスの時代から、はい、すごく長くやられてても、タイガー&ドラゴンの時まだ働いてたんですもんね。ちょうどタイガー&ドラゴンがちょうど仕事、昼の仕事を辞めた途端にタイガーになったんです。ああ、そうですね。だけどそこまでっていうのを、まあ、お聞きしたんで、はい、後輩の僕が早く引退とか調子こいてなんかなと思ってもう一回やろうと思ったきっかけを作っていただいたっていうのはケンさんに。なるほど、そんなおつながりがあったんですね、はい。まあ、その中で今も本当に多くの皆さんに支えられているというお話がありましたけども、そんな皆さんにしっかりと見せるように昨年は総合ランキング9位、そしてなんと6年連続でトップ10ランキング入りを果たされました。すごく大事で、やっぱり、まあ、スポット参戦じゃなくて、まあ、年間で1年だから、まあ、ツアーですよね。ツアーね、ツアー、まあ、ロックバンドみたいなもんで、レーシングチームもみんな、まあまあ、先月だから僕もボーカルみたいになっちゃうわけです、レーシングチームだと、ね、でもやっぱこう1年やると、はい、1回だけじゃなくてやっぱツアーやると、まあ、最初はいいんですけど、まあ、だんだんなんか、まあ、あいつはどうだったかと揉めてくるじゃないですか、絶対に、まあ、どんな世界でもどんな世界でもでそれでやっぱり乗り越えて1年やるっていうことがやっぱ僕は中ではレースとしてすごく大事なことなのかなと思っていて、はい、なのでやっぱりフルシーズンで一つのシーズンは追い切りたいっていうのはすごくあるんです、はい、だからもうみんな、はい、そういうことで決めたみんなでトラックの運転手もだったり
食事準備してくれる人もいれば、もうずっとタイヤ交換のが仕事の人もいたりとか、でもやっぱりこうドライバーが悪い時もあるし、ドライバーがミスする時もあるけど、まあそういうのを1年間やって、まあなんとかロットップ店で終えたってことは大きいかなと思うんですけど、一昨年はランキング6位だったんで、まあちょっと当然それよりは上げていきたいなとは思ってます今年は。はい、今ちょうどですね、このモニターのところには昨年の振り返りといいますかね、はい、ダイジェストがこう映されているところなんですけれども、今のお話もありました、もうチームという表現もされるんですけど、ファミリーみたいな感じですね。そうですね、まあ、だからファミリーだから嫌になっちゃう時もあるんですよね正直腹立っちゃうじゃないですか、ファミリーね、他人は距離を置けるけど、ファミリーは付き合わなきゃいけないから。そうです、何があっても、まあ、起こることがあっても絶対に離れない関係ですよね。そうですね、だからそういうのは、まあ、僕唯一の、まあ、僕以外全アメリカ人なので、まあ、そういうところにまだ現役でやらせていただくっていうことはものすごくありがたく思うのと、はい、まあ、年々、まあ、フィジカル的には結構僕全然落ちてないのと、まあ、今年も1回トレーニングしたのですけど、まあ、老眼とかって来ちゃうじゃないですか。動体視力はね、まだキープできたりするんですけど、だからそういう細かいこと、はい、なんかね、携帯にブルーなんとかフィルム貼ったりとかああいうのはめちゃめちゃ気にしてます。いやでもこの世界ですよ、最高速度何キロぐらいで走るんでしょ、これ。デイトナはね、今回330キロ弱で、今視力の話もありました、うん、通常の人だといろいろこう情報収集できない速度ですよね、うん、そうですね、ね、先日だから、まあ、1月中旬に、はい、デイトナだけをデイトナのレース出るためには2日間のテストを、はい、去年出ようが10年出ようが毎年クリアしなきゃいけないんですよ。それなんでかっていうと、はい、僕もよく言って分かったんですけど、はい、めちゃめちゃ速いんですよ。だからめちゃめちゃ速いっていつも言ってるけど、うん、レベルが違うというか、もともとデイトナスピードウェイって、ナスカーって、まあ、僕も大好きですよ、F1、昔の F1 って貴族のスポーツじゃないですか、うん、ナスカーってもともとは、まあ、デイトナスピードウェイの下がキューバとの国境がフロリダの、はい、で昔禁酒法の時代に、はい、お酒を、はい、その要は北極ぶっちぎるために車を改造したやつで、はい、禁酒法がなくなっちゃったんで、はい、ぶっちぎる必要がないけど改造車が余っちゃったそれで始めたのがデイトナビーチの砂場だったから、なんで楕円しかないわけです。ビーチでレースするからオーバルっていうところからスタートしてるんで、はい、のがデイトナスピードウェイなんですけど、距離はでかいんです。めちゃくちゃハイバンクですよ、まあ、歩くのも難しいみたいな。それだけのハイバンク、ハイバンク、スーパーハイバンク、でも道が細いんですよ、昔の細い。そこに3台で走っていくんですけど、僕初めてレーシングカー乗って、今までも速いって、まあ、300キロは何回も経験してるんですけど、狭くてハイバンクで結構道ガタガタするんで、もう、まあ、これむちゃくちゃ僕危ないことやってるなって初めて思いましたやばいぐらい。で、走ってる時に、ま、直線だと、はい、直線だとこう、まっすぐ握ってるんですけど、はい、タービランスで、乱気流で、こうなっちゃう。車線が変わっちゃう。自分がもう、こう、だから風が強い時の高速道路のバイクみたいな。で、コーナー入っていくのもずっと全開なんですよ。で、330キロ全開で入っていくんですけど、壁が高くて道が細いから、壁に当たる感じでバーンと入ってくるんです。それを3台で3ワイドっていうんですけど、走って、はい、で、あとは初めての経験なんですけど、全部こうシートベルトこうして、はい、まあ、ハンスのヘルメットがあってこうやってやるじゃないですか、はい、顎しか動かないんで歯茎が痛かったんです。なんでかなと思ったら、初めてスーパースピードで走ると歯とこの間がずれる、スピードで G でってそれぐらい速い。いや、すごい世界ですね。いや、あのね、もうぜひちょっと、ね、サニーも来てほしいんですよ。行きたいですね。メリメリ感半端ない。メリメリ感っていうのはアメリカンっぽいということですよね。アメリカンなものを総称する、
で僕あの子供の時朝ナスカやったんですけどね、はい、AJ ポイントとかいたんですよ、はい、うわすごい名前そのメンメンやつ今回僕がチームメートで、はい、僕はまあトヨタチームなんですけど、同じチームなのにアメリカってシボレーがフォードが出たりするんですけど、同じチームでチームメートがマルコ・アンドレティってマリオ・アンドレティの孫、マイケルの息子、そうどインディカ勝ってるよね。そうですよ、そうですよ、そうそうそう、勝ってますよ。テストは僕も早かったから、お、なんか本当はだけどすごい仲良くして、うん、マリオ・アンドレティの家行きたくないですか。そう、そうですね、行きたいじゃないですか。もう僕ね、もう仲良くなったら絶対検査が誘いますよ。最後ですね、自宅にも昔のマリオ・アンドレティのインディカとか、GPS カラーのロータスとか、あーロータス、ロータス78とか、ケンさんが好きですよ。富士スピードウェイに見に行った時優勝した、そう、全部ありますから、はあ、行きましょう、仲良くなってます。そんな実現も楽しみですね、本当にね。で、そのデイトナ戦なんですけど、なんとアーカシリーズとしては初のアジア人としての出場、うん、みたいです、決定しましたね、うん、はい、素晴らしい。本当はもっと早く出れたんですが、はい、出れたんですけども、どうしてもそのテストデーが東京オートサロンにかぶるんですよ。なんと、なるほど。絶対に。なかなか僕ね、立場上オートサロンに行かないってことが、はい、ちょっと難しかったのを、まあ僕も、まあ、3月生まれなので、はい、今年開幕戦のデイトナまでは46ですけど、47でまたレースまだやらせてもらってる中でも、まあ、僕の、まあまあまあ、唯一というかポリシーとしてはなんかこうレースをなんか参加することに意義があるっていうのは絶対避けたいんですよ。なんとかに出たっていうことじゃなくて、やっぱりどんなレースでもやっぱこう戦う、その車がその時悪かったとしてもトップじゃなかったとしても常にそのコンペティブというかこう舐められないレースをしたいというのが大前提だとした場合に、まあ今はこうフィジカル的にはそんなに劣ってはないので、まあ今しかないなと思ってちょっと今年からデータが参戦しました。いや、それぜひね、そこでの活躍というのを皆さんぜひ注目をしていただきたいと思いますし、まあそんな中でアメリカンモータースポーツと日本のモータースポーツ、いろいろな違いがあると、まあ、私自身もモータースポーツ界で仕事をさせてもらってって感じるんですけど、実際にその場で活躍されているドライバーから見てどんな違いがあるのか。まあ、よく聞かれるんですよ、そういうことは、はいはい、日本のレースは逆にすごいと思うんですよ。ほう。だって、まあ、車メーカーはいっぱいある、まあ、トヨタもあって、はい、結構逆にいや日本のモータースポーツってアメリカからすればみたいな言われてますけど、そもそもこの狭い国土の中で、はい、こんなシリーズ戦やって GT 選手権いっぱい入ってるじゃないですか、あれですごいと思う。でただやっぱ一番違うのは、やっぱりこうもうちょっと、まあ、例えばテレビで言うと地上波、はい、歌番組とかもそうかもしれないんですけど、やっぱりこう、まあ、今回のデートナ戦なんかは、はい、FOX ってまあ向こうの民放で生中継があって、はいはい、スタートの2時間前から生中継してます。2時間前から2時間前からずっとやってたりとか、その辺も含めて、まあ、車が好きというか車好きの深さがちょっと違うかもしれない、まあ、カルチャーとしてね、はい、でその中ではやっぱ子供からおじいちゃんおばあちゃんまでが来るっていうのが、まあ、最大の違いかもしれないですね。まあ、ただ日本の場合はね、この、はい、この狭い中でやっぱり富士スピードスカーがすごい、逆にすごいって僕は思ってるね。でも世界でもやっぱり日本のモータースポーツ結構やっぱり注目どんどんされてきているところでもありますね。まあそうですね。あと逆にアメリカ人って、はい、例えば日本でセリーグと野球、はい、パリーグ勝ったら日本シリーズじゃないですか、はい、そうですね。アメリカだったら、はい、いろんなナショナルシリーズなんかあっても、アメリカシリーズだけど、アメリカはアメリカの中でワールドシリーズっていうぐらい他の国なんて見てないんで、それがね、レースも結構一緒なんですよ。だからナスカーが世界で一番だと思ってるけど、世界中でアメリカしかやってなくても世界一だって、だからアメリカ一イコール世界一だっていうのが国民的に思ってるから、そもそも他の国のモータースポーツなんて
見る気もないって。ああ、そうですか。ファン、圧倒的に。まあ、そんなのアメリカの中でのモータースポーツでの活躍、いや本当にね素晴らしい活躍をされていると思うんですけども、あの今年は2チームからの対戦という形になりますけれども、はい、今年もチーム名には CKB の文字がもちろん、はい、入ってますよね。クレイジーケンバー、ありがとうございます。本当にもういいね。よろしい。ありがとうございます。そうです。本当にあのね、まあ先ほども言ったんですけど、はい、ケンさんがね、本当にね、まあ、皆さんご存知なんですが、こんなに素敵な大人がいるんかっちゅうぐらい、ケンさんはね、僕の中は、で、いつも、まあ、ケンちょけど、強くて優しい、優しくて強いっていう、いやー、それはもう一回進みますよ、ね、いつも。だって、小学校の時からですよ。ね、自分でアルバイトして牛乳配達、新聞配達、それでカートの、サウナセンスで自分で稼いで、だからベースカル矢沢一志、最高です、最高です。もう一回言ってもらっていいですか。ベースカル矢沢一志、ありがとうございます。でも今小学生の時のお話をね、健さんがしてくださいましたけど、小学生の頃からちゃんと企画書、準備して大人たちに持ってったって話聞いたことあるんですよ。ジャパンカートだから、あの、ね、高さんもレーシングドライバー目指してた人なんですよ。だいぶ昔は、昔だいぶ痩せてて、はい、30キロぐらい痩せてて、そうから30キロも目指してた。で、そういう、まあ、僕はもうレーシングドライバーになりたいって思ったことはなくて、もうなるって決めてたんだよ。決めちゃうとその逆算するじゃないですか、はい、でなるとまあ18歳免許、12歳当時は12歳からですね、カート、じゃあ何歳から働かなきゃいけない、じゃあ僕海外に行って、もう中島さとるさんの大ファンだったから、はい、俺ファン行くためには、で当時オーディエルフのオーディションがあったね、はい、オーディションがあったんですよ、カートじゃないし、日本中からもエルフのドライバーが集まって、でそこでまともに僕がオーディション受けたら受かるわけですよ。もうすごいやつがもうね、日本中のすごいやつが集まったんですよ。で書類選考も危ないなと思ったんですけど、もう僕だけは当時パソコンも持ってないんで、16歳、7歳で手書きで企画書書いて、あの写真を、はい、あのなんかコピーじゃなくて、はい、なんかあの焼いて、はい、で金庫を空コピーして空コピーして、で企画書持ってったんですよ、はい、それで結構やっぱりこういろんな人が注目してくれたっていうか、まあ、そんなことする子供いないじゃんっていう。いや本当にそうですよ。すごいっていう風でしたね。その古賀少年が努力して今があるという流れの中で、また新たなそのような取り組みをするというお話も聞きましたか。そうですね、まあ、ちょっと僕も、まあ、本当に僕は12歳かな、ゴーカートというものに触れ合ったおかげで、僕ね生涯、まあ、要は車というものと携わっては生きていくんだろうなというか、いうことをやらせてもらってる中で、やっぱりこれ、まあ特にまあそれさっき日本とアメリカの違いで言うと、アメリカって例えば日本だと野球場ちっちゃいところだとどこの公園でもあるじゃないですか。アメリカだとそういうちっちゃいところがどこでもあるんですよ。だから道具は学校終わってからある意味店とか乗れる。だからもう選手層も高いし、で働きながらレースやるっていうのも文化としてあるんだけど、最終まあまあまあ稼げちゃう、はい、ナスカのドライバーになれたら、はい、そこのステップとしてやっぱ日本でちょっと足りないっていう唯一とすると、まあ、ちょっとここにカートがあって僕の子供もやってますけども、まあ恵まれてますよ。こんなこと普通じゃない、普通じゃないってことを分からずやってる子たちが、まあ、モータースポーツやってるけど、僕みたいなやつもいっぱいまだいると思うんですよ。そういう子たちをちょっとサポートするっていうのと、はい、せっかくこうモータースポーツのインフラとしては日本はある方だと思うので、はい、ちょっとそんなことをですね今年企画しておりますので、はい、ちょっとそこの説明をしていただきたくご登壇いただきます。はい、はい、どうぞ中へ。さあ、それではここからお二人をお迎えしてご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 AT グループマーケティング部の道家です。 GR ガレージ高辻の片岡です。本日は愛知トヨタの新たな取り組みをご紹介させていただきます。愛知トヨタは昨年5月に4つの販売会社が統合し、新生愛知トヨタとして新たなスタートを切りました。新生愛知トヨタの基本理念に基づいたスローガン、この街に良かったを続々とに沿って、モータースポーツを通じて地域の皆様から良かったの声があふれるように、車屋さんだからできること、愛知トヨタだからできる活動を新たにスタートします。私たちの目指すゴールは幅広い層の皆さんに車を好きになっていただくことです。そのために子どもから大人まで車の楽しさを体感できる機会を作っていくことです。現在愛知トヨタでは未就学児童向け施設ビッグワークにあるミニカーや手押し車の遊具で遊ぶことができます。また GR ガレージが主催する小中学生対象のミニ四駆制作教室や大人向けのサーキットドライビングレッスンなどを行い、子どもから大人まで車好きを増やす活動をしています。今回の新たな取り組みは、おもちゃを卒業して車の免許を取るまでの間の小学生を対象としたキッズレーシングカートアカデミーです。 GR ガレージスペシャルアドバイザーの小賀拓磨選手がカート教室の講師となり、子どもたちにハンドルの握り方やアクセル、ブレーキの踏み方を教え、操作する感覚を体感し、運転する楽しさと安全運転の重要性をお伝えいただきます。詳細については今後発表させていただきますので、皆様ご期待ください。ありがとうございます。緊張感が伝わってきました。ありがとうございました。まあ何がやりたいかっていうと、さっき言ったことなんですが、まあ、せっかくね、こう、まあ、トヨタさんのこう、愛知トヨタさんのこういう施設というか店舗がある中で、やっぱこう車に触れ合うだけで乗るっていうことがやっぱり足りてないなと思ったんですよ。で、例えばまあ歌だったら、まあ、カラオケ行くのとそんなにね、はい、鼻歌でもいい、はい、野球だったらまあ素振りできるし、ピッチャーだったら壁当てだってできるし、おそらく大谷選手も初めて壁当て、もうキャッチボールやった時から明らかに違ったと思うけど、モータースポーツ分かんないんですよ。そうですよね。で、もう最初のきっかけでいきなり200万円、ね、200万じゃ足りないね、今かかる、足りないね、はい、足りないんで、だからその下というか、もう好きでそっからお金がかかるってことはまあしゃあないって思います、僕は。だからそこもやっぱりこう多くの人に支えてもらうっていうのもその子の試練だけども、やっぱりこう僕がね、僕はあんま名古屋なんですけど、今モリコロパークって、はい、あのところ昔の青少年公園ってところで、はい、あそこで30円で5カート乗れたんですよ。30円で当時は僕は小学校の頃、はい、僕の家から1時間ぐらいかけて自転車乗って行っても、はい、だから300円あったら30回乗れるんだけど、そこであの、まあ、やっちゃダメなんですけど、ここにスロットルあって、スロットル上げるとリミッター解除してめっちゃ速いわけですよ。そこで、ね、もうカッチカチのタイヤだから、はい、でそこで僕だけを本気で走ってたんですよ。はぁ、こうやって上げた。あ、ここからですよ。ここでこう、あ、クリップ早めに取ると曲がりにくいやん、もうとか。で、いうことでここまで来ちゃったようなやつもいるってなるんだから、それって、まあ、ケンさんの音楽だったり、まあ、皆さんの乗ってることもそうですけど、車に対しての接するのは、免許取ってからだったり、働くことは特に愛知県に住んでると、めちゃあるじゃないですか。はい、トヨタ自動車、お膝元で。はい、でも、運転するってことが、ね、圧倒的に、やっぱタッチポイントが少ないので、まあ、そんな活動を、まあ、できたらいいなと思って、考えてますので、皆さんご協力よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に今日いろいろとですね、皆さんにも届いていると思いますけれども、ケンさん、はい、今シーズンちょっと楽しみですよね。めっちゃくちゃ楽しみですね。ちょっとエールを改めて送っていただいてよろしいでしょうか。はい。俺の話を聞け、
古賀拓磨さん、いいね、いいね、いいね。いえ。これ以上ないエールが今届きました。はい、ということで古賀拓磨選手、改めまして、まあ、今日はですね、対戦発表会ということで、皆さんにいろいろとお届けしてまいりましたけれども、皆さんへのメッセージ最後いただいてよろしいでしょうか。はい、本当に今日皆様にパワーをいただきましたので、もう最高のシャイコーのシャイコーシャイコー皆さんの、1年にしたいと強く思ってますので、皆様応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
残念なんですけど、今日のレースはちょっとイグニッションのトラブルがちょっとずっと出てたのがなかなか、調子が戻らず、決勝ちょっと走れなくなっちゃいました。すごい残念ですけども、また必ず挑戦したいと思います。ありがとうございました。